あおう、今回は二つ名前モンスターリオレイアンチャレンジしていきましょう。これは強いね。これは強いでしょう。いつものリオレイア感覚でいけばボコボコにされる。しかし負けないよね。なんか BGM が怖いような気がするんだけど、そしてでかいような気がするんですけど、なんだこのサイズは。おかしいだろう。おかしいんじゃないの。まあ、とりあえず攻撃あるの。大してパターン変わってないだろ。リオレイアでも何十回何百回何千回も倒してる相手だからね。今さら怖さはないと言っても。お、なんだ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 。え、なんか毒残ってるんですけど。え、サマーソルトもあるんですけど。え、どういうこと。いろいろとどういうこと。え、どういうこと。ちょっと待って。ブルファンゴ邪魔。え、どういうこと。わーわーわー、なんか毒撒き散らしてるんですけど。なにまずそれが新たなパターンですか。お、ブルスカー。攻撃チャンス、攻撃チャンス。ノーブルファンゴ、ノーブルファンゴ、お前、ノー、わ、やってくれたな。はい、殺す。はい、殺す。決定。絶対殺す。これいつものブレスだね。別に大した変わったパターンはないけど。ブレスブレス。全然いけるわ。何？尻尾から毒が出ている。尻尾振り回すだけで毒が出る。ウェーオ！ヤンガルルガーと同じパターンのやつじゃないの、これ。ねえ、尻尾当たると毒になるパターンのやつだよね。あかん！どういうことだ、どういうことだ。オッケー、怒ったね。まあ、いい戦いはできてるよ。絶対回避、危ない。怖すぎる、怖すぎる。ここからが本番だ。ちょっと眺めた方が良さげだね、パターンを。うわっ、振り回すだけで毒出てるよ。で、ここからサマーソルトはあんの。いや、ないのか。それはない。はいはい。で、彼の毒か。わーお、全然攻撃チャンスねえわ。全言撤回。嘘でした。嘘でしたというか、嘘ついたつもりはないけどね。まあでも、頭、これ頭取りたいとこではあるんだけどね。危ない。おお、着地した瞬間すごい毒出たよ。なんじゃこれ。あ、今攻撃チャンスじゃないのか。毒がある。え、攻撃チャンスだったよね今。尻尾から毒出てる。イエス。はいはい。で、からのこれ来る。からのこれ、最初の一発目二発目の時にダメージ与えれないとダメだな。うわー、これ猛毒じゃないの。うわ、猛毒だね。毒の中でもめっちゃ暗いパターンだよ。いや、もう解毒薬は絶対持ってこないとね。このリオレイアン解毒薬持ってこない人はバカだわ。持ってきて正解だね。いや、名前的にもう毒々しいからね。怒ってる時はこうブレスのとこ攻撃チャンスだ、ね。うん、わあ、ダメにめっちゃ食らったような、なんだかんだ言いつつ。いろいろとややこしくなってるよこれは。あ、危ない。はい。ああ、なんで転がった。わあ、もう最近ね、ボタン間違いが病気なのかな。ボタン間違いが多いんだよ。あー、もう腹立つな。ひどいからねこれ。実況動画でも連発しとるからね、このミスを。あー、なんでブルファンゴ復活したの。おかしいだろ、どういう原理だよ。あー、もうダメだこら。どういう原理を。一回倒したやつが地の底から這い上がってくる。ゾンビですか、バイオハザードかお前は。気持ち悪い世界観だな。そんなモンハンやりたいよね。やってみたいよね。危ない。いや、体力、この体力ではあかんねえ。はい、まあ、これはあれば十分かな。うおお、怖すぎるぞこれ。で、頭硬いし。逃げたね、開始5分が経った。まあでも、まあ隙はあるかな。うん、ほんで今までのモンスターと違って、まあちょっと頭跳ね返されるのはあれだけど、あ、まあ頭なんて基本溜めたいしかしないからね。まあその辺は大丈夫かな。いやでも今までのモンスターはね、ほんと硬すぎたからね、ちょっとリオレイヤーさんの場合、まあ足腹ハンマーが通じるので、そこはありがたいよね。ただ強いよ。毒、
解毒薬は絶対マックス持ってきてて、調合部も持ってきた方がいいかもしれないね。それくらい毒を撒き散らすので、毒子なんで、新たなジャンルですよね。毒子っていう、ヨレイさん、新たなジャンル開いちゃった。危ない。よし、いいぞ。毒残るのうざいよね。あ、バテてる？バテてるね。カモカモカモ。バテてるね、あんた。バテてるあるね。バテてるあるね。いや、攻撃あるね。銀ちゃん、攻撃あるよ、これ。銀ちゃん、行っちゃうよ、銀ちゃん。聞いて、銀ちゃん。そこでバテるなよ！プレイヤー攻撃できねえじゃん。もうそういうとこがいやらしいよね。性格の悪さがにじみ出てるわ。そこでバテたらね、プレイヤーはいけない。オープンワールドじゃないからね。通じてないんだよ、すべてのエリアが。俺は出してほしいけどね、オープンワールドで。やってみたいよ、PS4 でモンハンはね。ただただただ、3DS ではそういうのは無理だからね。携帯機でオープンワールドって恐ろしいわ。恐ろしい時代突入するぞ。カモン、振り向け。振り向いたらハンマーが待っている。俺がいる。君がいるように俺がいる。レッツゴー。ナイス一撃。怒った一撃。イエーイ。イエーイ。さて、ここから本番だ。バテが治ってるからね。はい、嘘だろ。俺がいる。嘘だろ。危ね。ややこしいサマーソルトだな。嘘だろ。あっぶね。降りてくるかなと思ったら、わーお、タックル。そんな初歩的な攻撃今さら当たるか。ブレスでも、ブレスの後でもさ、うわー、もうこれ回るんだよな。左にいた時点でもう当たるんだよ。当たり確定なんだよ。で、割かしそれだけでもダメージ食らうって。あ、死んだ。終わったか。よかったよかった。ねえ、毒になるだけじゃなくて多少のダメージ食らうとかちょっと鬼畜だよね。し、行こう。エリアの端でのんきに回復しとる場合やないで、あんた。基本右に張り付いた方がいいのかな。あぶね。降りてくるよね。もう降りてこないのかい。絶対かい、絶対かい。あぶね。イエス。死ぬとこだった。どっち行っても当たるな。右、うん、無理だこれ、うん、どっち行っても当たるもん。当たるもう最悪。張り付いちゃダメなんだな、基本。離れて戦うのが正解だね。張り付くと負けるわ。毒でえぐいダメージ削られるんだよな。逃げたね。これはむずいぞ。まあでもね、本気は出してないからね、俺。そこをもっとみんな知ってほしい。本気は出してない。実はそうなんですよ。だって閃光玉持ってなければ、しびれ穴も今回持ってきてないですからね。なぜこれを使わないか。自分の実力で倒したいからですよ。初見になるんでね。そういう動きを勉強しに来たので、今回。あくまでも勉強ですから、本気は出してない。本気の俺はちょっと強いからね。しびれ穴も落とし穴も持ってきてないですから、支給品の分だけだからね。動きを勉強しに今回やってきた。倒すのが目的じゃない。まあ、使うけどね、支給品ですから。え？なんで落ちてないの？ What？今宙に浮いてたよね。普通落ちるはずなのに。よし、いいぞ。これが俺。イエス。怒ったね。わーお。はあ、もう最悪すぎるね。あのあと隙があるな。隙ができるな。毒、まずは解毒薬だよ。降りてそれやるのね。なんでどのエリアもブルファンゴいるんだよ。運命共同体か、お前ら。もう本当にね、ボコボコにするぞお前。ねえ、ボコボコじゃ。今日はイノシシ鍋じゃ。ボコボコにしてやりたい、お前を。フルボッコにな。そう思える瞬間が何度もあるんだよ。まだ空飛んでんの？危ねえ。張り付いちゃダメだな。ためらいしては逃げて、ためらいしては逃げてが正解だな。
エリア移動、モモハあるある、この瞬間がものすごく腹立つということがね。張り付いちゃダメだ。それは分かったよ。よし。よし。怒ってないときは攻撃しに行かないとね。怒ってるときはこの流れでのあれは来ないことも分かった。怒ってる絵が来るんだけどね、毒が。逃げるか？降りてこい、降りてこい、降りてこい。イエス！結構頭殴ってるんだけどね。まあ、弾き返されてるからね。危ない。尻尾切れる、尻尾切った方がいいよな。これ、太刀で来た方がいいと思う。尻尾切ったら、ほんと、なんの変わりないリオレイヤーさんになると思うけどね。アイスターンいただきました。ありがとう。尻尾さえ切れればね。ほんとだよ。ハンマーでいくからダメなんだよ。まあでもハンマーで、まあこの今作はハンマーで行こうっていうのが俺のテーマですからね。まあ一度も当たらないんですけどね、攻撃は。虚しさしかないよね。よし、ナイス。怒った。怒らしてよし、ナイスっておかしな話だけど。あー、ペイントボール投げておかないと。無視なのな。オーマイガー、えぐいね。当たれ。イエス。うわっ、おお、あっぶれ。普通のタックルだったら死んでたよ。ちょっと小賢しい攻撃してくれたおかげで当たらなかった。危ない。モスが出てきたぞ。地中からモスが生まれたぞ。モグラかなお前は。出てきても即死ぬんだけどね、かわいそうなことに。俺に殺されるんじゃなくてリオリーが殺されるんだよ。ナイスシビルアナ、いいぞ猫。カモ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 、当てていこう、当てていこう、当てていこう。カモカモカモ。逃げるなよ、逃げるなよ。みんな集合。こっちに集合しなさい、あなた。こっちに来なさい、この、こっちに来なさい、こっちに来なさい。カモ。しびれ。うわー、逃げたよ、もうね、ほんとにね。いろいろとね。文句言いたくなるよ、こんな逃げ方されたらね。目の前のしびれなの見て逃げたんだな、こいつ。やらしいやつですよ。ビッツですよ。はぁ、あ。まあいいでしょう。でもかなりのダメージを与えていると思う。うん。今までの二つ名前のモンスターの中では一番いい感じで来れてるんじゃないかな。まあ、毒がややこしいところはありますけどね。V 破壊、そういや何もしてねえのか。V 破壊できてないのに。ハンマーできてて何も破壊できないっていうのが今から。破壊活動していかないと。イエスナイス、イエスナイスからのイエスナイス、行こう。イエスナイスからのイエスナイス。頭破壊、レッツゴー。頭破壊したね。おうやおうやおうや、言ったでしょ。イエスナイスからのイエスナイスをやるって。結局イエスナイスなんですよ。カモ、背中ダウンも狙っていかないと。ちょうどいいとこにいる、ちょうどいいとこにいる。乗れ、俺乗れ。よし、いいぞ。ゴーホーム、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。ナイス、ナイス一撃、ナイス一撃。そして俺は全てを避ける、全てをかわすものになる。ほんで振り向いたとこ、振り向いたとこドン行く。はい、振り向かないね。うん、後ろに俺がいる。あ、バテてるね。カモ、攻撃チャンス来たよ。解毒解毒解毒、早く早く、毒を治す毒を治す。最後クリンパ美味しいな。ブレスは出ない、残念だったな。あ、頭破壊することによってこれ攻撃食らうようになるよ。弾き返されないね。オーケーオーケー。頭と尻尾破壊したら本当ね、これ本当普通のリオレイヤーだよ、もはや。なんら変わりない。ちょっとだけモーション増えたね。もう頭つく食らい出したら俺の勝ちだからね。ここ食らい出したらもうリオレイヤーの勝ち目っていうのはないから、俺からしたらもう普通の可愛い女の子だ。あなたはね。エス、イエス、イエス、ナイス。あー、うちミスった。イエスナイスを続けたかったんだけどね。ブラブラ
なんだ。怖い怖い怖い。ノー！近づいちゃダメ。降りてこ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 。しないです。降りてこない時あるからね。そのままの流れでサマーソルトあるからね。そこが怖いとこなんだ。ん？なんだ？油断してんのか。オッケーオッケーオッケー。ゴー！ナイス！あ、背中ダウンじゃない！危ない！よく避けた俺。もう一回いける、もう一回いける。あー、避けられた。嘘だろ？嘘だろ？嘘だろ？この空間怖すぎ。この空間怖すぎ。うまく敵を誘導させろ。うまく敵を誘導させろ。かかるの？イエーイ。来いよ、振り向け。うそー！そこで尻尾回し来る？普通ないと思うけどね。誰も周りいないの、なんでそこでしたんだよ。ちょっと不自然さを感じるね、俺は。ブレスが1個の場合は来ないんだよな。それも分かってますから。お、逃げたね。まだ死にかけじゃないのか。やっぱ体力の多さを痛感するね。このクエストって確かあれでしょ？会のリオレイヤー、集会所のリオレイヤーを倒すと、プレイできるようになるんだけど、これ無理だろ？ね、会の段階でみんなこれいけるか？でね、この特別許可者クエストっていうのはレベルがありますからね、これレベル1のクエストですからね。上がるごとに強くなると思うんで、これそんな、こんな苦戦してるようで全部いけるかなという不安はあるんだけどね。まあ、初見ですからね。これを言い訳に。これを言い訳になっていく。初見なんだね。もう、倒せる方が奇跡に近いよ。ほとんど負けてきた男だからね。ほら。で、特別許可書モンスターは、ほんとよく怒るね、この2つ名前のモンスターは。怒ってない時はないっていうね。うわぁ、今のを間違えてため台しようと思ったのに。もうほんとね、最近ボタン間違いがひどくてね。なんかミスるんだよなぁ。うわぁ、怒ったよ。ほんとよく怒るわ。危ない。この時に毒大量出てくるみたいな。で、この後油断することも分かってる。攻撃チャンス。当たってないんかい。降りてこないことも分かっている。でもやってる。この後油断する。全然当たらない。オッケー、ナイス。よし、オッケー、ナイス。いいだろ。実はもう死にかけなんじゃないのって。あぶれ、よく当たり判定にならなかった。ありがとう、神はいるね。また神がいることを確信できたよ、このゲームを通してね。ありがとう、モンハンクロス、ありがとう。さて、もう死ぬ時間がやってきたんじゃないのって。あははは。猫はなんか今破壊したぞ、ボキー言うたぞ。おお、イエスイエスイエス。なんだかんだ言いつつほとんど破壊したね。頭もあれも。うわ、いかん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 。転がれ転がれ転がれ。まだ治ってない？もう治ってるね。おっ、グッバ。まだ死にかけじゃないのか。てっきりこのエリアで死にかけになってね、最後とどめじゃできるかなと思ったら、まだなのか。まあいいでしょう。どのエリアに行っても殺すことは変わりないからね。何分だろうが何分、何秒だろうがね。時間が何秒経とうが関係ないんですよ、殺すことはね。それを目的に来ましたから。いや、もうパターン全部知り尽くしたね。もう苦戦することはないでしょう。次行くときもね、苦戦することなく、リオレイヤーの防具でも作ろうかなと。武器でも作ろうかなと思って今もいるけどね。これほんと簡単だわ。
2つ名前モンスターで一番簡単だったね。ちょっと最初はうわーと思ったけど、戦ってみるたびにそうでもないってなるんだよな。体力がちょっと多いかな。実はもう死にかけだったりしてね、わからないからね。鉄カブラーも倒したんだけど、2つ名前のね、あれも急に死んだからね。わりかしそういうとこあるんだよな、死にかけの動作見せなくて急に死ぬっていうか、痩せ我慢してんのかな。痛みを我慢してもいいことはないからね。まあそれが快感になるという人もいますが、世の中リオレイヤちゃんはそんなド M なのかな。ド M レイヤちゃんですか。いいんじゃないの、マニアの方にはウケると思うよ。ほんとこい、イエスナイス。嘘だろ。レッツゴー。中に入ることが大切だね。外にいたらあれ当たるから。毒が残ってる、気持ち悪いな。来い。あー足らない、危ない。はい、オッケー、あかん、セーフ。はい、オッケー。スラックダウンちゃうんけ。よし、うん、で頭はこっち向けないのね、うん、横向いてるね。怒ってないって素晴らしい。降りてこ、イエス、オーケー、グッバイ。まだか、長いぞ。初めて中に25分かかるかもしれないね。2つ名前モンスターここまで全部20分台倒しても25分かかったことはないがね、基本23分、これくらいなんだよね。あ、死んだ、あ、死んだ、あ、ここに来て死んだ。嘘でしょ。ふぅ、完全に油断っていうね、完全に集中力切れてた。どうせ勝てるからいいやっていう、攻撃当たってもいいやっていうね。もう油断しないようね。次は倒していこう。全然死なねえ。あっぶら。死なんな。まだ死にかけじゃないの。わ、もう25分経つぞ。マジか。嘘だろ。全然死なねえわ。いや、もうほんとすぐ、もう倒せるかなと思いながらやってるんだけどね。その願いは一向に叶わないぞ。めっちゃ逃げまくるわ。いつ倒せるの。死にかけでもねえのか、こんだけ与えて。マジで今の当たってない。 OK、 レッツゴー。よし、いいぞ。バテた。あー、もうバテたのに。バテてからの毒腹立つわ。あ、毒すぐ治ったね。なんだ、バテてる時の毒はそんな効かないのか。今すぐ治ったよ。なんだろうね。じゃあ、いいぞ。今の段階でどうやら攻撃できるか、それが評価される時代になってる。うわー、もう最悪。25分経っちゃったね。経ってるよ。マジか。まあ、しゃあない。リオレイヤーは体力多いからな、基本は。だからといってもうこれ以上30分はかけたくないね。動きまくるね、あんた。嘘。まだ死にかけじゃないの。これちょっとマジっすか。あんだけ攻撃してあんだけ頑張ってるのに
こんだけ頑張ってるのに死にかけすらにもならない。30分近く経ってて悲しくなってくるね。はぁ、厳しいぞこれ。下手したら失敗もあるな、このペースだと。まあ失敗はない、時間切れはないけど、ちょっとまた落ちてやばいかもしれない。バテてるぞ、今が攻撃チャンス。はい、バテてるぞ、今が攻撃チャンスって言い終わる前に起こるっていうね、あるある、すごくあるある。おうおうおう、よし、あぶれ。オッケー、ナイス。うわ、降りてこないのか。これは降りるだろう。え、まだ降りないの？空中期間長すぎない？イエス。どうせ、ね、ひるまない方がまだよかった。ひるんだら攻撃チャンスなくなっちゃうからね。無駄にした感が半端ないです。あかん。ああ。もう最悪だね。グレート、グレート、すぐ飲め。え、オッケー。あー、ブレー当たってるけどね。うーん、紙一重で回避ですわ。当たってるんだけどね。油断してるぞ。なんでここに来てまだ油断できるんだ。恐ろしいな、こいつ。またか。舐められてんのか、俺は。ねえ、一生動き止まるけど。舐めてる、もしかして、リオレイヤさん、俺のこと。舐めたらあかんで。調子乗るなよ。殺すで。で、また怒ると。繰り返、この繰り返しだね。わー、もうひるむな、ひるむな。あぶれ。今さらそんなダメージ食らう？はい、攻撃だ。ナイス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 。もうどこでもいい、どこでもいい、頭でも何でもいい、とりあえず攻撃するということが大事なの。フルスイング、レッツゴー。おーし、ようやく来た。長かったね、ここまで。まだ終わってないけどね。はぁ、長え。もう15分あたりから俺もういけるだろう、もういけるだろうと思ってた。まさかのまだ15分かかるっていうね、あそこから。まだ終わってないからね、多分もう30分は超える。うん、もう経つね、30分。いや、そっち行くのか。エリア8に行きやがった。死にかけでエリア8に行く？まあ、よくわからないけど、もう倒そう。30分経っちゃったか。最悪だ、本当に。なんか許せないのよ。30分経っちゃうってことがね。30分一クエストをプレイしちゃうってことが。なんか俺のちっちゃな、何の意味のないプライドが許さないんだよね。ブルバンゴいすぎじゃない？何歩ほど倒せばいいんだよ、こいつ。ずっといるじゃないか。無限増殖か。気持ち悪すぎるだろ。こんなやつの無限いらねえんだよ。バカかよ。作ってる段階でわかるだろ。あ、いらないなって。プレイヤーから批判来るなってわかるだろ。嘘だろ。もう
もう風圧とかさ、今さらびっくりするかな。なんでこっち来たんだよ。危ねえ、また死ぬとこだった。なんでこっち来たんだよ、そんなすぐ逃げるのに。意味不明だよ、もはや。もう最悪だね。死にかけてまいで無駄な毒食らうなよ。とにかくうろちょろされるのがもう腹立って仕方ないんだよね。すぐ倒さして。意味のないのね、1分間もいなかったよ、このエリアに。いや、意味のないエリア移動って絶対いらないと思うんだよ。絶対やらないと思うけどね。普通に生きてる生物、この世に生きる全てのものは、その無駄な飛行、無駄なジャンプね。ようやく討伐しました。あー、長かった。30何分だ。31分かかってんのかな。まあ、一応ありましたからね、あれがなければ、30分切ることなくいけてたかもしれない。まあ、攻撃パターン自体も簡単ですよ。完全に後半はもう集中力切れて攻撃当たりまくってましたけどね。全部鱗かい。全部鱗っていうね。まあ、これでまたリオレイヤーのこのね、防具が作れますから。いや、いいよ。ただ1回のクエストで30分かかるのか、防具武器作ろうって思ったけど、これならちょっとやめようかな。今の段階だとね、やっぱ武器の火力が足りてないのかな。攻撃はでも結構したもんね。ってことはやっぱちょっと武器の火力足りてない。でもこれみんな回のクエストクリアすると、この特別許可書クエスト、このリオレイヤー受けれるようになるからね。そう考えたらね、回の段階でこんなんいける。まあ、でも今使ってるのは回の防具武器ですからね。回の竜の武器ですから、まあ、いける。武器だけ見たらこれだけでいけるのか。ああ、だったらまあいけるのはいけるんだね。いや、でも防具的に考えたら絶対無理だと思うよ。これ下位の段階に行った人すげえわ。上位でさえこれだけ食らうのね。毒がうざい。あ、でも毒無効つけてたら簡単にいけるか。そう考えたらめっちゃ楽だな、これ。一気に楽になったね。一気にクソつまらないクエストになるよ。はい、今回無事討伐することができました。ありがとうございました。ちょっと苦戦はしましたけどね。次回また別のモンスター、別のクエストにチャレンジしていきますから、皆さんもね、頑張って倒してみてくださいな。OK、じゃあ次回また会いましょう。グッバイ。